どうもこんにちは、レンでございますと。さあ、ダートラリー 2.0 の実況でございますと。何でしたっけ、ここは。ポーランド第4戦、最終戦でございますけども、そちらの方やってまいりたいと思います。よろしくお願い申し上げますと。さあ、現在ですね。まあ、ラスト16キロ。夜薄ごもりドライと。はいはい、チャンピオンシップの再開です。ドゥンティドゥンティドゥンティンティンティン。ですね、ここむずいんすよ。いやね、昨日かな、練習したんです。練習っつって、なんだっけ、生配信をやったわけなんですけど、いやー難しくて、すっごくて。でね、まあまあまあ、結構、かなり困りながら、もうちょいこうした方がいいですよーとか、アドバイスをもらいながらね、やってますけども、こんぐらいかな。で、まあ案の定ね、僕の車はもう大変なことになっておるので、間違えたよ。続けますよ。これってさ、一応さ、三角とか押すとさ、これね、もうなんかやばいっしょ？なんか、見えなくていいよ。さあ、じゃあ、もうね、いろいろ言ってもしょうがないので、やっていきましょう。ライトは壊さないようにしないと怖いということですね。ぶつけちゃいけないと。わかりました。行きましょう。5、4、3、2、1、go。さあ、行きましょう。いやー、完全に夜だね。もう何にも見えないね。ここはフルアクセルでも大丈夫。まあ、無茶はしなければね、全然いいと思うんですけど、困ってんのがですね、ですね、途中2箇所ほど、2箇所違うわ。Into three right long, opens over crest, 80. あのね、ジャンプ台みたいのがあるんですよ、途中。そこがね、僕に、なんかね、一箇所目は全然いいんです。怖いのはね、二箇所目なんですよ。そう、二箇所目がね、本当に怖くて。そこをどうクリアするかってのが、僕今回の。課題ですので、まあそこ、あ、綺麗にいったなとか、ね、練習を見てくださった方なら思っていただければななんて思っておりますと。いきなりね、ちょっと危ないシーンが流れましたけども、あんなのはまだまだな、危ないシーンではございません。問題はですね、この全然先ですね、もうちょい先かな、ですね、なんか謎のね、 S 字カーブみたいなのがあるんですけど、その先ですね、カーマックに入った後です。ここら辺ですね、この先ですね。さあ、ターマックに入り、やばい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 、ぶつかっちゃいけない、ぶつかっちゃいけない。さあ、クラスチューリーを相変わらずここは苦手なのでビビってます。さあ、ビッグジャンプとか言い出したらちょっと危ないと思ってください。そこはね、かなりね、怖いので、マジで怖いんですよ。で、夜でしょ、超怖いんだけど。2回目、1回目は別にね、まっすぐ突っ込めばいいんですけど、2回目が、ま、飛んですぐ左に曲がるんですよ。それがね、かなり、ここですね、この次ですよ。
ここは飛びます。ちょっともうここら辺で、はい、よいしょ、ちょっとビビって、安全安全安全デイ1に、何の面白みもねえけど、ね、そうやってやっていかないとね、マジでね怖えんだ。しかも 夜だべ。見せてよ、危ない危ない。6 left of a jump, 50. Keep middle of a jump into 4 left, tightens of a dip. Into 4 right long of a crest, bump. Open 6 of a crest to crest and 5 left long. さあ、こんな感じで、まあ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 。6 right. 本番には強い男。レンガ、浮上しておりますけども、なんで僕はこんなタイミングでフラグを立てたのか微妙でございます。これで、ミスったら僕はもうただのフラッカー。ただ、一つ言っとくと、マジで、アンパイですガッチガチのアンパイで走っております。レンガ超怖いだって。さあ、どうにかどうにかここはね1になりたいんじゃ。4 right, extra, extra long, tightens, 50. Flat jump. To jump, slow 30, 6 left 30, turn 1 left. 30. 6 left, extra long. Okay.さあ、ここを越えてしまえばですね、もうあとはねですね、結構ね喋りながらでも全然いけるんですよ。さあ、どん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 いきましょう。しっかりね、コドライバーさんの指示を聞きながらやっていくわけですけども、結構な安排走法だ。さあ、現在クラス周囲とはかなり差を伸ばしている私でございますけども、さあ、今タイム差が何秒だったか全然見えてない。さあ、5から3に入ると、4 left long、 さあ、やばいですね。ちょっとシャレたことをやるとですね、やってるとですね、すぐあのダメージを負うのでですね、結構困っておりますけども、道が狭くなってきた。さあ、大変だ大変だ。こういうところなんですよね。こういうところが怖いんだな。帰ってこい帰ってこい。さあ、安定のフラッガーをね、フラッガーっぷりを発揮したところで、のびのびやっていくわけなんですけど、さあ、ちょっとマジでやらないと、勝てなくなりそうなので、ちょっと真剣プレイになりますよ。真剣プレイとか言いつつ、喋りながらやるのは好きなんで喋りますけど、やばいな。
さあこの車もね、今回のあれでわかんないですけど車が元通り戻りますから、ちょっと落ち着きながらやっていきたいと思いますよ。16秒差もございます。ちょっとのびりのびり走っていきたいですけども、確かね1位の方とはね30秒ぐらいだったのかなってことですよ。30秒ぐらい差をつけないといけないと、それは困った話ですね。こっからですね、差がねつきにくい。なぜなら割とまっすぐだからっていうか、なんかわかんないけど左にずれている。怖いよ怖いよ怖いよ。 OK、into 6 left of a crest, opens of a jump, into 4 right, 50, slow crest, into turn, 1 left, tarmac, 80. スピードの乗りが悪い気がする。6 left of a crest long, tightens turn, 1 left, gravel. それもそのはず。多分車がちょっと壊れてる。ここだった。エンジン音がおかしい。変な音している。大丈夫か僕のエンジン、頑張ってくれ。Opens of a crest, into 5 left long, tight 4, 50. 危なかった。 5 right, extra, extra long, past junction, into 6 left of a crest long. さあ、そうですね。 into 6 right long. 4、危ない。 Opens of a crest, 50. 何かを壊した。6 left, into 6 right, into 6 left. エンジンが完全に壊れかけている気がするが、気にしたら負けだ。 5 right of a crest and jump, opens of a crest and jump long, to flat crest and jump, 50. さあそろそろ終わってほしい。僕の集中力が、flat crest and jump, 100.5 left, turn, 4 left, tarmac. 5 left, tarmac. さあどうなったのか。1分11分17秒はどれだけ速いのか全然わかんないです。さあ10分17秒242と、もういろいろいろんなところ駆け巡りが出てますけども、今回珍しくヘッドライトだけは残ったっていうので1位、JK キングの方とはなーと17秒ぐらい、ま、19秒ぐらいまくったぞ。ということはどうなる。2位その差は歴然。どうなった。3位だー。やっぱ勝てなかったか。あと4秒短かったら俺の勝ちだったっていうことはだよ、っていうことはだよ、あのペナルティなかったら勝ったやん。くっそマジか。さあなんと、最終戦、ポーランド戦最終戦はですね1位でゴールということで、まあ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 結果的には良かったんじゃないでしょうか。ね、じゃあちょっとだけあのねリプレイを撮るというあれをしたいのでちょっと黙りますね、すいませんね。さあ、リプレイを見終わって、まあまあ録画してたんですけど、はい戻ってまいりましたけども、はい、全体の、3位で、フィニッシュということでですね、まあまあちょっとね一応、まあ、後悔はございますけども、とりあえず、あれの方に、イベントリザルトの方に行きたいと思います。ね、まだ動画の締めもやって言ってないですからね。さあ、イベントフィニッシュ。イェーイ。第3位でございました、ポーランド。これね、J キングさん。イングランドの J キングさんっていう方はやっぱね、お上手っていうか強いんですよ。この方をね、どうにかね、一回でもいいから勝ちたい。っていうかね、次がね、もうラストなんですよ。
このシーズン1ラストです。現在順位が7位、今54.2、もうなんか1個上上げるにはもうなんか大変なことになってるんですね。今回2位だった、オーアクションさんかな、アクションさんは、現在5位ですね。そうですね、はい。まあこう見るとすごいね、28、28、7位、6位、3位って着実に順位は伸ばしてってますからね。これを言うとですよ、あのフラグでね、次の大会10位とかねなっちゃうので、まああんまり多くはいませんけども、はい、はい、そんな感じでございました。あと、次回、より、このオーストラリア戦、モナロですね、走ってまいりますので、ぜひぜひよろしくお願い申し上げますと、一旦戻って、車の修理なんかしていきたいと思いますと。はい、チューニング、チューンアップとかは、もうなんかできないのでね、あのこの車最大値まで、最大値のはずですから、リペアしましょう。リペア全部交換じゃい、標準リペア交換交換と、イエーイね、毎回僕ラジエーターをさぶっ壊しちゃうんだけど大丈夫なのかな。さあクラッチはねまだあれしてないですけど、まあシーズン2からクラッチ入りますからね、もう大変なことになりますよ。で、現在クレジットが81,700クレジットと、まあ、着実に増えてってますね。まあイベントここら辺はなんか裏で勝手になんか適当に上げておきたいと思いますので、そうですね、これをまずね、どうなんだろうな、新しい方を雇うのか、今使ってる子を、上げた方がいいのか、ちょっと悩ましいんですけどね。まあ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 、そこら辺は考えながらやっていきたいと思いますよ、と。はい、言ったところで今回はこの辺で終わりたいと思います。いかがでしたでしょうか。次回、オーストラリア編のスタートでございます、と言ったところで、また次の、動画でお会いしましょう。チャンネル登録、高評価、並びにツイッターのフォローなどよろしくお願い申し上げます。ツイッターはrrenn99、もしくは yourengnq9 でございます。どちらでフォローされても、基本的につぶやいてる内容は変わりません。はい、あのリツイートしたりとか、なんかボロって言ったりとかするぐらいです。以上です。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。8位と。べっこべこだけど。はい。6。さあ、オーストラリアはモナロ編に。やばいやばい。落ちる！さあ。ここでやったらいろいろ怒られ、違法棒に怒られそうですけども。